TCA 東京エコ動物海洋専門学校ドッグトレーニング実習担当の安西です。前回までは歩かせたりする練習、呼んで来させたり歩いたりする練習をやっていたんですけれど、今日はちょっと違った形でハウスの教え方だとか、その辺教え方もそうですし、重要性をちょっと理解してもらいたいと思います。こういうプラスチックでできたハウスだったりね、昔の犬なんかだとよくある庭に犬小屋みたいな置いてあったりするんですけど、そういうハウスあるんだけど入らないってこうすごく多いです。で、あるんだけど入らないっていうのは、犬がそこに入るもんだという気持ちにならなければまず入らないんですけれど、人間の方も狭いところに閉じ込めちゃうからかわいそうっていう感覚になっちゃう人がすごく多いです。ただ例えば自分たちが広い体育館みたいなところを通されて、ここで待っててくださいっていうと、やっぱりさっき言ったように壁際に背中壁にくっつけたり、中にはもう隅っこにいて角っこで待ってる人って比較的多いと思います。真ん中に立ってるっていうことは360度全部四六時中気にしなくちゃいけないので、結構人間も気使っちゃいます。それと同じように犬たちのこのハウスも狭いところに閉じ込めるんじゃなくて、右も左も後ろも上も全部カバーしてくれているところ、ここはすごく自分にとって安心できる場所なんだっていう形にしといてあげると、してあげるとというか、そういうふうに教えてあげれば、決して狭いところに閉じ込められてるんだっていうふうにはならないです。遠くの方で大きな地震があった時に、こっちの東京もかなり揺れましたからね、その時にうちでトレーニングしてる子、実際にこれあった話なんですけれど、今まではトレーニングする前は家の中でフリーに飼われてたんだけれど、買い物とか行ったりする時はね、やっぱり不安な時もあるからハウスにしまっといてくださいって言って、でその子はお母さんが買い物行く時にハウスの中に入って留守番してました。ちょうどその時地震が起きて、本棚の本とかね、壁とかが結構バーってなって、上から物がバタバタって起こってきちゃった。ただ上から物が起こってきたやつに潰されなかったっていうのは、このハウスに入ってたからっていうのもありますから、そういったところでもハウスに入るってことはすごく利点が多いです。たまたま旅行行った時も、初めて行った場所でもこれさえあれば、あ、初めて来た場所だけどでも私のお部屋がついてきたんだって形になってくれると安心できます。今は国の方で避難所に犬連れてって猫連れてって OK ですよってことになってます。ただ最低限のルールとしてハウスに入れないと、やっぱり犬嫌いな人もいるし、アレルギーの人もいるしね、いろいろあったりするので、ハウスに入るっていうのは最低限のルールになりますので、そういった時なんかでも絶対にハウス入らない、その時になってからやろうとしても遅いですし、でここが安心できる場所って言ったら、さっき言ったように旅行みたいに楽しい時じゃなくて、緊急事態で避難する時でも、例えば避難場所の体育館の横にハウスが置いてあるから、あ、ここは僕の場所なんだ、私の場所なんだって安心できたりするので、ハウスっていうのはそういうところでもメリットありますから、しっかり教えておいてあげてください。で実際にハウスの教え方なんですけれど、中で一周ぐるって回れるぐらいの大きさじゃないとね、入って中でもう向き変えられないんじゃ困っちゃいますから、あまりにも小さいのはやっぱり良くないです。でかといって大きすぎるのもあんまりね、安心感もなくなっちゃうので、この子ぐらいの大きさだったらこのぐらいの大きさで大丈夫だと思います。で扉はまあこうやってね、ついてるやつもついてないやつもあったけど、こうやって開いたりしてるとぶつかっちゃったりして怪我する可能性もあるので、外せるんだったら外しちゃった方がいいかなと、やるときにはね、いいと思います。ただどうしてもこういうの外すと、人間ってこういうとこ乗っけたくなるからね、でこうやって乗っけてるときにハウスってバッと入ったときに、これが揺れてガタンって起こっちゃったとする、こっち側にガタンって起こったとする、今なんかでもかなり怖がってますからね、そうするとハウスに入って怖い目にあったっていうと、犬たちがここは安心できる場所だって、怖いものって変なイメージ持たしちゃうので、絶対にハウスの上には物を乗っけないようにしておいてください。で今回はまあカメラの、ね、撮影とかの関係もあるので、こういう状態でやってますけど、できれば壁とかにくっつけて入った時もふって動いたりすると、やっぱり同じように怖がっちゃうので、本当は動かない方がいいです。ちょっと動かないようにするために、わざと後ろでね、これ少し止めちゃう形でやりますけれど、これでも動かないかな、ちょっと動いちゃうかもしれないですけど、上には物を乗っけない、できればハウスに入った時も動かない状態っていう形で教えてもらった方が安心です。では実際に教えていくんですけれど、
いろんなやり方があるから、どれが正しい、どれが悪いってわけではないんですけど、これはあんまり良くないかなと思うのは、おやつを使ってやるってすごく今流行ってるんですけどね。おやつポーンって中に入れてハウスって形でやってる人が多いです。決して全て悪いとは言わないんだけれど、慣れてくると中におやつ放っちゃうとね、頭だけ突っ込んでおやつだけ食べて入らないとかってなっちゃうので、おやつ使うんだったらハウスって言って、ハウスに入ってからおやつあげるようにしておいてあげてください。それとこの状態、ちょっとわざとこっち側に向けますね。こういう状態でハウスを教えてる場合なんですけれど、これもね、犬にハウスを教えるんだから犬が入りやすいに真正面に行かなくちゃいけないんですけれど、どうしても人間が真正面に立ってハウスやらせたくなっちゃいます。そうすると、ね、長い距離だったらそんなに傘はないかもしれないけど、この近くでやろうとすると犬が入らなくちゃいけないハウスなのに斜めに入るようになっちゃうので、必ず犬がハウスの真正面に来るような形でやってあげてください。これはハウスだけじゃなくて、障害って言って飛ばせたりする時も、飛ぶ台の真正面に人間が立っちゃう。そうすると犬は斜めに飛ぶようになっちゃうので、それも見てて、あ、この人は犬のこと分かってないな、犬に優しくないなってあるので、ハウスだったら必ず犬がハウスの正面、そういう細かいところもね、考えないでやってる人と考えてやってる人は全然違ってくるので、そういう細かいところも意識してとにかくやりやすいようにやってあげてください。あとこれも全部そうなんですけれど、どの科目もそうなんですけど、やらせるまでの時間が長ければ長いほど抵抗するというか、やだって気持ちになっちゃうので、もう最初は気がついたらやらされてたぐらいの方がいいですから、首輪のすぐ近くを持ってもらって、ハウスって一言言ってそのまますって入れちゃいます。ハウス、手を中に入れちゃう形ね。そう、ハウス、この形で中で褒めてあげてください。この状態ですって入れちゃわないで、ここでとどまっちゃって、やだ入らない入らないっていう時間が長ければ長いほど、なんか怖いんじゃないかと思って嫌がっちゃうこと比較的多いので、まず普通に入れる今ぐらいにね、できるようだったらまずスッて入れちゃいます。でこの時にやっぱりもう一つ気をつけてもらいたいのが、おいで、これこう角っこね、結構そんな尖ってるわけじゃないんですけど、危ないのでグッてやろうとしてこうパチンってやっちゃうと結構痛いですから、首輪の近く持って自分の手を真ん中辺にハウス入れるつもりでやってもらうと、犬も入れやすいですし、人も怪我しないで済みますから、こういう形で入れちゃいます。ただ普通の子はもうハウス入ったらすぐ出てきちゃうので、膝でハウスだよって止めてる形、そう、ハウス、そうそう、いい子だ、そうだ、はい、いいよ、そう、こういう形でとにかくまずは躊躇しない、拒絶しないで、とにかく入らなくちゃいけないんだって形をやってもらう方が、犬も諦めやすいので、そういう形でやってあげてください。でこの子はね、こういう経験してるんでいいんですけれど、中には一回もハウスに入ったことない子って時々います。それを無理やりやらせようとするとやっぱり怖くてできない子も中にいますから、そういう子の場合はいろんなパターン考えてあげて、これだったらこうやって蓋を外しちゃう、蓋を外すか、上をこうやって外してもらって、こういう状態ね、こういう状態にしてもらって、はい、おいで、いいよって、こういう形でやって、ここに入ることが嫌じゃないんだってことと、ここは別に怖いもんじゃないんだよってことをやらせてあげるのも覚えててもらっていいと思います。何が何でもこの形に入れるっていうんじゃなくてね、やだーって言って噛みついてきたりする子もいます。そういう悪い経験はさせない方がいいので、あ、この子はちょっと大変そうかなと思ったら、もう外してやりやすい状態にするっていう選択肢をもう頭柔軟に持てるとかないダメですからね。その時のロットワイラーだったんですけども、この状態でもここまで来たらピョーンって飛び抜いちゃう、でここに入れようとしてももう斜めに飛んじゃったりして、なかなかできなかったんですけど、もう何回も何回もやって、大丈夫だよ、ここだよ、ここだよって形でこれができるようになって、でその後は蓋をして、この状態で待てだよって形でこうやって少し蓋をして、今なんかもね、服なんかも急にこれが上から来ると怖がっちゃいますからね、こういう形で大丈夫だよって形で、もう犬によって、人間もそうですけど、なんでこんなのこと、こんなことが怖いのだとか、全然怖がらないことだとか、すごく怖がっちゃう子いるので、一概には言えないですから、すごく感情の豊かな動物なので、考えてあげることは大事ですから、もう通り一遍とのやり方にこだわらないようにしておいてください。じゃあいいか、もう一回入ってみるか。はい、ハウス。この子も普通のハウスやったことあるけど、多分この状態ではやったことないと思います。だから多分これが上から来ると怖がっちゃうと思うんだけど、たまたまいい機会なので、待てだよ、大丈夫、待って。待てだよ、そう、大丈夫、待って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 。そう、待って、そう、大丈夫、大丈夫、大丈夫、さあ、大丈夫だよ、そう、そう。
そうよし、さっきね蓋がある時に何でもなく入れたのに後からこうやってかぶさってくるとやっぱり怖さが出てきたりしますから、こういうのも気がつかない、人間が気がつかないところも結構ありますからね。よっしゃで、そう、はい、これでこれでハウス、そう、大丈夫、はい、待ってね、はい、そうそうそう、大丈夫、待ってだよ、待って、そうそうそう、待って、そう、大丈夫、待って、そう、待って、大丈夫大丈夫大丈夫、そう、よし、こういうのもまあたまたま怖がったんで怖がらない練習と思ってこうやってやってますから、こういうのも一つの経験としてねやってあげてもいいと思いますし、あ、上からこういうのが来るのにこんなに怖がるんだなっていうのもトレーニングを通して人の方が気づきもあると思いますから、そう、大丈夫、待てよ、もう一回、待って、待てだよ、そう、待てよ、そうそうそう、待って、お、大丈夫だ、そう、よし、いいよ、おいで、もう絶対に入るのやだっていう子は今みたいに上の部分を外して下だけでやってもらったりっていうのもその選択肢の一つとしてね覚えておいてください。はい、さっきはねこの状態で入れたんですけれど、今ね前回いたロットワイラーの話で上を外してでかぶせたりするので、もしかすると服が怖がっちゃってるかもしれないので、この状態でもう一回ね確認しながらやっていきますね。はい、ハウス、あ、そんなにさっきの方が大丈夫かな。そう、もうすごくそういうちょっとした変化っていうのに反応してしまいますからね、犬って。そういったところは人間の方が気がつかないようなことでも犬が気がついたりするので、そういう細かいところは常に観察しておいてあげてください。で、今みたいにまずハウスってやらせるんですけれど、いつまでたってもリードがないとハウス入れないんじゃ困っちゃうので、次はこの状態でちょっと後ろから追い立てちゃう形、ハウスに入るんだよって形でいきます。で、気をつけなくちゃいけないのは蹴っ飛ばしたりするとね良くないので、後ろから追い立てる形で、はい、ハウス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 、そう、ハウスで、この状態で今みたいに後ろから追い立てはいるんですけれど、首輪を持って中に入れてるわけじゃないので、こういう形で、あ、ここに入ればいいんだ、ここに逃げ込んじゃおうとか思うと、なおさら、あ、ここは安心できる場所になりますから、今みたいな形でやるのも一つの方法として覚えておいてください。あと絶対にやってはいけないことと一つとして、ハウスの中では絶対に犬を叱らないでください。ハウスの中ではさっき言ったように安心できる場所にしといてあげたいのが一つ、それとこの状態でさっきはねいい意味でもそうですけれど、右も左も後ろも上も全部囲われてるっていうのはいい意味で守られてるんだけど、悪い意味に取っちゃうと逃げ場所がないってなっちゃいます。逃げ場所がないと犬たちもこの状態でなんだおめえはみたいに叱られちゃったりすると、わーってなって噛みついちゃったり、悪い癖をつけちゃうきっかけを作るのがハウスの中で叱るっていうのが比較的多いので、ハウスの中はそういう悪いきっかけを作りたくないですから、絶対にハウスの中では叱らない。叱るんだったら出して叱るとかね、出そうと思った時にもし手突っ込んでわーって怒っちゃうようだったらそこでかませるっていうのも良くないので、その時はもうほっとくぐらい、本当はそれでも出てこなくちゃいけないんですけど、そういうタイプの子はそういう時は絶対出てこれないので、もうその時はほっとくぐらいのつもりで、犬に悪い行動を教えないっていうのもそうですし、自分たちが不必要な怪我をしないっていうのもかかってきますから、ハウスの中では絶対叱らないでください。それと日本語は指示語がどうしても男言葉になってねきつくなっちゃうよ、だから盲導犬なんかは英語を使ってどう男言葉女言葉ないようにやってるよって言ったんですけれど、いくら普通の言葉であってもね、例えばハウスなんかでもハウスって言ってハウスに入ること、ハウスって言ってハウスに入ると違いますから、できるだけ声は普通のまんまでやっといてください。そう、向かい行くよ、はい、ハウス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 、そう、そうすると今みたいにもうほとんど行かなくても自発的に入ってくるようになってきます。でこの時の注意点のもう一つは、後ろからパタパタって追い立てられちゃうとどっか他に逃げちゃおうと思うかもしれないので、必ずリードつけておいて、逃げ場所はあっちでもこっちでもなくてここに入ればいいだけだよ、絶対に安心できる最後の選択肢を一つ残しておいてあげることの方が犬からしても分かりやすいですから。でここがまた難しいところなんですけれど、犬からしてみると今の状態はハウスって言われたらハウスに入らなくちゃいけない、入らなくちゃいけないって気持ちが強くなると、いいよおいでって言っても本当にいいって感じで出てこなくなっちゃうと絶対ありますからね。それは途中経過としては当たり前のことです。全く逆のことなのでね、ハウスに入ることとハウスから出ることって犬からすると全く逆のこと。
犬たちもハウスに入ってなくちゃいけないでしょうと思うと、おいでって言っても出てくるのが少し躊躇するような時期が出てきます。でもそれは悪いことじゃなくて、ハウスに入ってなくちゃいけないって気持ちの表れなので、そこでまた出てこないから叱っちゃったりすれば、犬からすれば何をすればいいのか分かんなくなっちゃいますから、あ、今はもうハウスから出ちゃいけないと思ってるから出てくるのが遅いんだな、だとかね、そういうところも考えて、犬の感情を読み取ってあげるっていうのもトレーニングがすごく大事になってくるので、そういったところも最初からはね難しいと思いますけど、だんだん読めるようになってくると、もっとより犬のことも分かってくるし、教えるのも教えやすくなってきますから、そういった犬の感情もしっかりね観察してあげてください。いいよ、おいで、そうおいで、今ちょっと出てくるのちょっと躊躇してるっていうか、ゆっくりなんですね。でこの後もう一回やりますからね。はい、ハウス、そう、ハウス、そう、いい子だ、よし、そう。で今みたいな形でまずやりました。後ろから追い立てて、でさっきは後ろからバーって追い立てたんだけど、今はあんまりね人が動かなくても犬だけで活かせるような形で、後ろから追い立てられてもびっくりしちゃうんだけれど、前からバーって来られるともっとびっくりするので、これもねトレーニングの一環でやるので、ちょっと騙し打ちみたいなんだけど、いいよおいでで出てきたところを真正面からまたファッて行って戻す形取っちゃいます。そうするとさっき言ったようになおさら出てくるのが悪くなっちゃうかもしれないですけど、途中経過としてはしょうがないことなので、この状態でよしおいで、はい、ハウス、そう、ちょっとね騙し打ちしてるみたいでかわいそうなんですけれど、おいでって言って出てきたところを後ろから追い立てられるのもびっくりするんだけど、正面からわーって来られるから余計に、あ、入らなくちゃって気持ちが出てきます。でこれがどんどん強くなると、見えるかな横から、まだかね服この辺にいるんだけど、もうハウス入らなくちゃいけないって気持ちが強くなると、一番奥の方まで入っちゃう時ありますから、それもそういう状況を見ても、あ、この子はさっきまで顔が出てたのに顔が出なくなった、もう体が奥の方に入った、それだけ入ってなくちゃいけない気持ちがあるんだなってことを読み取れるのでね、そういうところが読み取れてトレーニングやるのと、読み取れないでトレーニングやってるのもやっぱりレベルが違ってきちゃうので、そんなところも考えながらやってきますからね。でさっきねおいでって出てきたところで戻されたから、次おいでっても出てこない可能性ありますからね、いいよおいで、出てくるの、そう、おいで、そうよ、そう、はい、頑張った、よし、もう一回いくよ、はい、ハウス、そう、ハウス、そう、よし、おいで、はい、ハウス、そう、ハウスだ、そう、ハウスだよ、はい、おいでね、今躊躇したよね、これは、え、だってまたやるでしょ、でこう躊躇している時には犬の方がね、あ、どうせまた戻すんだったら出てきたくないよと思っているので、その時に犬が頭がいいか人間が頭がいいか分かるので、自分では戻そうかなって、トレーニングだから戻そうかなと思ってても、今みたいな時には、あ、戻されるとこの子思ってるから、じゃあ手元まで呼んじゃう、おいで、いいよ、おいで、そう、おいで、よし、そうだ、こういう形でやってあげてください。そうしないと、ほら、やっぱり私が思った通りだったから自分の考えで動いていいんだなってなるのか、あ、出ちゃいけないと思ったけど、でも呼ばれてる時に戻されない時もあるし、戻される時もあるから、それは自分の考え、犬の考えじゃなくて人の指示に従うって気持ちにさせるのも大事なので、そういったところも考えてやっていくっていうのもトレーニング、まあ面白みでもあるし醍醐味でもあるので、そんなところが分かってくるとまた別の楽しみも出てくると思いますからね。はい、もう一回いくよ、はい、そう、ハウス、そう、さっきよりもちょっと後ろ、よく、ね、画像を見てて少し奥に入ったのが分かるかもしれないですけど、でわざとねちょっと明るくように、よし、おいで、はい、ハウス、そう、ハウス、そうだ、そう、で次もまた多分戻されるなと思ってるかもしれないので、今度も呼んじゃいますからね、よし、おいで、そう、いやー、よし、そう、こういう形でやっていくので、ただ単に紐付きでハウス入れるのとね、今みたいに人が動かなくてもハウス入れるだとかっていうのも変わってきますから、そういうのもトレーニングとして、いろんなパターンを経験したり、いろんなパターンを考えられるようになった方がいいですから、基本的にまずハウスを教えるときには短く持って首の、ね、近くを折っても手をグッて入れちゃう。で、ちょっとね、この子たちはトレーニング入ってある程度入ってるからスムーズに入るんですけれど、入れるようになったら紐引っ張って入れるんじゃなくて、自発的にハウスって言われたら自分発的にトコトコトコって入るとか、こればっかじゃないんですけど、これだけでできるようになるわけじゃないんですけど、こういう形でいろんなパターンやっていくと、どんどんできるようになってきて、そうすると5メーター離れてても10メーター離れててもハウスったらハウス入れるよとかね。でさらに難しくなっちゃうと、ハウスじゃなくて例えば
バスマットみたいなの引いておいてね、マットって言ったらマットの上に行ってパッと伏せするだとか、そうするとそれができるとドッグカフェみたいなところに行った時にもこんなもの持っていかなくても、こんなものって言ってもよくないんだけれど、バスマットだったらバッグの代わりますからね、バスマット足元に引いてマットよって言ってそこで伏せしててくれることを、もううろうろしてる子ってのはもう全然いい子さが違ってくるので、そのためにもハウスができてなかったら壁も何もないマットなんか絶対無理ですから、こういうのにも応用できるし、さっき言ったように万が一避難所に行かなくちゃいけないだとか、いい時だったらまあ、ね、旅行に行ってる時なんかでも他の場所に連れて行った時でも自分の部屋がついてきたと思えば犬も安心できるので、ハウスは閉じ込める場所じゃなくて自分のお部屋に入ってるんだって気持ちで考えて教えてあげておいてください。絶対にハウスは雇いた方が得というか必要なものなのでね、おいでって言ってこう呼んで来させることも大事ですし、ハウスもすごく大事になるので、決して狭いところに閉じ込めるっていうイメージは持たないでください。で、今やったんですけどね、こればっかじゃなくていろんなパターンでもっといろんな、なんていうかな、もっと確実に教える方法あるんですけれど、まあ、それはまた別の機会があったらやっていきますので、とりあえず今日はまたここで授業をおしまいにします。